50代は最高に楽しい。こんにちは、一生使える勉強法を書いたアッキーです。それでは今回は50代がもっともっと楽しくなる方法について解説していきます。50代で大切なことは超楽しいを目指さないことです。50代になるとラッキーとアンラッキーがどちらも来ます。周りの人のラッキーが目立つと自分のアンラッキーは余計に強く感じます。超楽しいばかりを目指すとここのところいまいち楽しくないと感じることがあります。最初から 100% を目指していると楽しくないです。超楽しいよりも人生はまんざら捨てたもんじゃない、これを目指してください。それを目指す人が最も50代をワクワクできます。大切なことは幸福よりも幸福感を感じることです。幸福感を感じる人にはあの人は幸せそうだよねと周りから人が寄ってきます。人は幸せそうな人のところに寄っていきます。不幸せ感や幸薄感を出している人、恨みっぽい悲壮感を出している人からは人は離れていきます。これは負のスパイラルです。食べる時も今まで食べた中で一番美味しいを目指すことです。そうすればお店の人にも周りの人にも好かれて一緒にご飯を食べに行って楽しいと憧れられる存在になります。50代では今までの人生を振り返って実際にどうだったかよりも不運なこともたくさんあったけどまんざら捨てたもんじゃない、そんな人生観にたどり着くことが大切です。自分と周りの人が憧れる50代になってください。この動画では人生を変える50代の楽しみ方を10個解説していきます。この動画を見て50代の不安が解消した、50代にワクワクした人はいいねやコメントをください。1個目、隣に座って感じのいい人になる。人間関係を作るのに大切なことは出会いのチャンスです。出会いのチャンスはシンプルです。お昼ご飯で相席になった時に外れと思われないことです。新幹線で隣り合わせた時にどこか席が空いていれば移りたいと思われないことです。隣に座って相手から見て感じのいい人になってください。感じのいい人になるために大切なのは愛嬌です。50代の人にどんな部下がいいですかと聞くとやっぱり愛嬌のある人がいいよねと返ってきます。部下にとっても上司にとっても大切なことは愛嬌です。好かれるリーダーには愛嬌があります。50代で送る勘違いでリスペクトされるために威厳を持たせようとシリアスな顔をしてしまう人がいます。部下には愛嬌を求めるくせに上司としての自分は愛嬌を出したら負けと思っています。そして成功の中に愛嬌はないです。愛嬌は失敗した時に出るものです。大切なことは失敗した後に明るいかどうかです。怒って失敗を乗り切ろうとする時点で愛嬌がないです。せっかく失敗できたのだからその機会に明るさをアピールしてください。失敗した時に明るく振る舞うことでみんなから慕われる50代を目指してください。2個目、年下の先生から学べる人が成長する。30代の頃は先生は年上です。しかし50代になると30代とか40代とか自分の子供くらいの年でもすごい人はたくさんいます。年下のすごい人から謙虚に学んでください。年下でも専門性を持っている人がたくさんいます。学ぶ姿勢を持ってください。50代で楽しめない人は年下から学ぶことに抵抗があります。なぜ年下に習わなければいけないのか、そう思っています。例えば50代で英語を習いに行くと先生は20代の帰国子女です。先生にはこう言われます。これ何と言うんでしたっけ、前にやりましたよね、何回も出てきましたよねと言われてしまいます。それが悔しくて先生の年を聞いてもう少し敬意を持てとつい言いたくなります。習うとは先生が知識を習得してきたプロセスをリスペクトすることです。50代は周りの人全員を先生にできる人と年上の人しか先生にできない人で分かれます。ぜひ年下の先生を持ってください。年下から学べる人が50代をもっと楽しく生きることができます。3個目、体験量の少ない人ほど結果にこだわる。楽しいか楽しくないかは
結果にこだわるかこだわらないかの違いです。結果にこだわると残念ながら楽しくなくなります。物事には結果が出るものと出ないものがあるからです。結果が出ないものは半々どころかほぼ9割は結果が出ないです。9割結果が出るものは楽しくないです。楽しむためにはできるだけ結果にこだわらないようにしてください。体験量が多い人は結果ってあまり関係ないんだよねと結果にこだわらなくなります。結果にこだわる人はそもそも体験量が少ないです。結果が出なかったら諦めてしまうからです。そのため結果にこだわるなと言ってもそんな人には無理です。それよりも元々の体験量をもっと増やせとアドバイスするのが大事です。結果を待つよりも次の体験をしましょう。体験量の少ない人は結果を待つ間次の体験をしていないです。それはかかってこない電話をじっと見つめて待つようなものです。例えば野菜栽培をするときに数種類の野菜の作業をする人と一つの野菜だけを見る人は違います。一種類しか植えていないと一種類の成長をじっと毎日見ます。なかなか芽が出ないと文句を言います。常に別の野菜を世話していると気づいたらここからもあそこからも芽が出ている。そう楽しむことができます。あなたも体験量を増やすことを意識してください。4個目、簡単な体験よりも難しい体験を選ぶ人が好奇心が強い。体験には簡単な体験と難しい体験があります。これだったら成功できる、これはちょっと難しいだろうな。2通りの体験のうち難しい体験を選べる人は好奇心が強いです。人生における体験は必ず簡単な方と難しい方の2択に分かれます。難しい方へどんどん行く人がハマります。そういう人はジグソーパズルや模型作りにしてもピースが多い方を選びます。難しいということはすぐにはできない、時間がかかる、難易度が高いです。だからこそ奥深い体験になります。楽しみは大きさではなくて奥の深さにあります。楽しめない50代は大きさにこだわってしまいます。勝負は深さです。大きさにこだわるとワクワク感は出ないです。深さにこだわった瞬間にワクワク感が出てきます。深さっていうのは難しい方の体験にあります。面白くない仕事っていうのは単調になります。そして義務になります。日曜日の高級スーパーに行くと買い物をしているのは男性が多いです。彼らは日曜日に料理を作るために買い物をしています。義務で毎日料理をする人はスパイス選びを楽しむ暇がないです。料理にしても趣味で楽しんでください。50代からは難しい体験を選ぶ方が楽しむことができます。ぜひ簡単な体験よりも難しい体験を選ぶようにしてください。5個目、できたらいいなでは永遠に体験できない。50代でこういう人がいます。講師とかインストラクターとかコンサルタントになれたらいいな。できたらいいなということは現実には起こらないです。長年習ってきたので今度は自分が先生になって教室を開こうと思うという相談があったとします。教室を開くための家賃は事前に調べられます。教室の家賃プラス必要な経費を考えて授業料を考え生徒が何人必要かという試算ができます。必要な生徒数が集められるかどうかは同業者に聞いて回れば分かります。これは具体的な事業計画の入り口です。安易な試算では無理です。ただできたらという人は永遠に体験できないです。教室を開くとき本人が教室を開くのにいくらかかるんですかという調子では実現しないです。マラソンにしても山登りにしてもできたらいいなという人は実現できないです。旅行代理店には綺麗なパンフレットがたくさん並べられています。旅行代金なら無料のパンフレットを持ち帰っていくらでも調べることができます。できたらいいなではなくて何としてもすると宣言してください。その上で自分で調べられることはどんどん調べてください。今はインターネットでいくらでも調べることができます。どれだけ調べに行っているかがそのことを楽しめるかどうかの違いになります。自分がしたい体験をできるかどうかは事前にできることをあなたがしているかどうかです。自分でできる準備をしないままなんとなくできることはないです。何としてもすると宣言してください。6個目、体験できないのは時間やお金がないからではなくて勇気がないだけ。お金がない、
時間がないと体験できないことに必ず理由をつける人がいます。体験できている人はお金や時間があって阻害要因がなかったから体験できたのではないです。ただ一つ、その人には勇気があったからです。行動できないときは勇気がないことに自分で気づいてください。勇気がないと気づいたら改善することができます。確かに時間やお金のせいにするのはとても楽です。だって仕方がないと頑張らなくてもいいからです。ダンスを習いたいけどなかなか時間がないんですよという人はその体験を永遠にしないです。ダンスのレッスンには暇な人が来ているわけではないです。なかなかお金がないんですよという人も来ています。ダンスのレッスン料は高いです。本気でしたいことっていうのはいろいろな作戦を立てることができます。お金がない、時間がないという人は結局それほどやる気がないだけです。そして実際に体験する人は忙しくて家から遠い人です。その方がモチベーションが上がります。場所が遠いという不便さや障害はモチベーションアップにつながります。時間やお金をできないことの言い訳にしないでください。7個目、体験を我慢してお金を貯めた人よりもお金で体験を買った人の方が豊かになる。50代になると老後のことが心配で貯金をしている人がいます。貯金しているということは体験を我慢しているってことです。貯金はないけど体験をたくさんした人の方が結局は面白い人になります。そして人生が豊かになります。その後の人生も変わるし、あなたの話を聞きたいとみんなが集まってきます。みんなから一緒にご飯を食べたい、飲みに連れて行ってほしい、そう言われる50代の人っていうのは実はお金がないです。体験の多い人からは失敗談がたくさん出てきます。映画や本にお金を使った人からは映画と本の話が尽きないです。貯金があるぞという人は結局体験をサボったに過ぎないです。貯金っていうのは貯金で終わります。そこからリカバリーはないです。体験をするとそれによって人との出会いが生まれます。話を聞きたい人が集まるため老後の貯金を使ってでもまず50代に体験をしてください。50代からはお金を残して生きていくか友達を作って生きていくか二者択一です。体験することで友達ができます。お金持ちにはお金目当ての人が集まるだけです。老後の貯金でぜひ体験をするようにしてください。8個目、我慢を卒業する。50代は我慢強いです。我慢強さは時として裏目に出てしまいます。我慢している人っていうのは反省しないです。自分が我慢すればいいと思っているからです。心の中では悪いのは部下や上司で私ではない、そう思っています。私だけが我慢すればこの場は収まる、ただじっと我慢しようと思っています。そして飲み込んだ我慢はいつか吹き出します。飲んで荒れてしまうのは普段真面目な人です。普段から辛口で思ったことをすぐに言える人は飲んでも変わらないです。普段いい人ほど飲んだ時の変貌ぶりは強烈です。忍耐は反省があるからいいです。俺は忍耐強いと言いながら反省しないのはただ我慢強いだけです。仏教では我慢は慢心です。我慢しないで好きなことをしてください。好きなことをする代わりに自己責任を持ってください。部下にも上司にもお客様にも言いたいことを言ってください。言ったことに対しては向こうから何かが返ってきます。それに対しての自己責任を持ってください。我慢して自己責任、自己反省から逃げないでください。そして楽しい人生を送ってください。9個目、転職する仲間を応援する。転職する仲間がいるとこういった悪口を言う人がいます。あいつは会社では評判が良くなかった、あいつはきっと失敗する。一方でこう言える人がいます。偉いよな、勇気があるよな。楽しめる人っていうのは自分とは違った道を行った人に対してもチャレンジングだよね、自分にはできない、ここで辞めて独立するなんてすごいと応援しています。新しいビジネスを始める人に対して絶対に無理とは言わないことです。危ない橋を渡る人をぜひ応援しましょう。絶対に失敗する、見ててみという人は失敗を期待しています。それよりもチャレンジするのを応援してあげたい、何としてでも成功してほしい、そう応援してあげると自分もどんどんワクワクしてきます。成功することを目指すのか失敗することを目指すのかの違いです。勝ちか負けかという賭け事をするときも2通りに分かれます。自分が負ける方に賭ける人
は負けてしまいます。自分が勝つ方に賭ける人は勝ちます。結果は自分が賭けた方に向かいます。自分が負ける方に賭けることはリスクヘッジのように見えますが、実際は違います。うまくいくことを目指さないと50代は絶対に楽しむことができないです。転職した仲間の悪口を言わないで、ぜひ応援してください。10個目、せっかく早く目が覚めることを生かす。50代になるとだんだん朝早く目が覚めます。これで悩む必要はないです。早起きをきっかけに早寝早起きをしてください。夜更かしが習慣だとしても就寝時間を早めてください。健康の基本は午後10時から午前2時までの睡眠のゴールデンタイムにあります。この時間に寝ると睡眠が深く取れるため脳や体の疲労回復が早くできます。仕事もあるし、いろいろなことが片付いていない間に寝るのは確かに勇気がいります。それでも思い切って寝てみると大丈夫なことがわかります。次の朝早く起きるため仕事や家事が片付きます。睡眠時間は伸びていないですが、睡眠のゴールデンタイムに寝ることによって楽天ポイントの今なら3倍と同じように睡眠ポイントを稼ぐことができます。朝早く目が覚めると午前中の時間が圧倒的にいきます。若い時っていうのは朝早く起きると後で必ず眠くなります。朝眠いために夜更かし型についなりがちです。50代の強みっていうのは朝早く目が覚めることです。早く寝ていると朝何時に起きてもいいと思えるようになります。なぜなら眠くならないからです。30代よりも圧倒的に勝てるのは朝起きてから仕事が始まるまでの間です。早寝早起きをぜひやってみてください。解説は以上です。50代っていうのは自分自身との戦いです。30代はライバルとの戦いでした。そして40代は味方との戦いでした。ライバルとの戦いや味方との戦いはもういいです。味方との戦いは複雑で厄介です。50代は今までの自分をどう乗り越えていくか、この戦いになります。50代は一見完成されたように見えますが、今までの自分を乗り越えることを楽しんでください。この動画を見て50代の楽しみ方が分かった、自分自身を乗り越えようと思った人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。